はい、こんにちは。 YouTube 界のゲームしぐるいこと桃姫めぐみでございます。今月はね、プレイステーションプラスでなんとかの名作おぼろ村正がね、なんとフリープレイで追加されてるんですね。まあ宣言皇族のフェノグラムとか、まあ私もねがっつりハマりましたギャルガンボルトとかあって、結構両作が今回並んでおります。でこの中でね、やっぱりこのおぼろ村正、これをぜひやっていただきたい。長らくね、私プレイステーションビーター買ったんですけど、めぐみさんおすすめありませんかという質問に対して、長いことね、まあ最近はまあわかんないけど、まあ長い間おぼろ村正やっときゃいいんじゃないっていうことをずっと言ってきました。そのぐらい、まあこれもともと Wii であったやつなんで、ビータでどうこうっていうのもちょっと変な話なんですけど、まあビータで一本やっとくなら、おぼろ村正やっとかなきゃっていうことをずっと言ってます。これ私プラチナ取るまでがっつりやって、本当に面白い、本当に面白いんですよ。これがフリープレイなので、ぜひねプラス入ってる方はやってくださいという動画なんですが、まあちょっと雑談を込めると、まあ最近だとね、なんだっけ、オーディンスフィア、オーディンスフィアにハマった方は多分大丈夫です。オーディンスフィア面白かったなっていう方は遡ってね、じゃああのチーム他何やってんだろうなみたいなことを考えていくと、だんだんゲームって面白くなってくるんですよ。例えばね、坂口博信さんが好きになったら、じゃあ坂口博信さんのゲームってどの辺なんだろうとか言ってね、そうなっていくとね、スクエア時代のねトム・ソーヤなんてねクソゲーが出てきちゃったりして困ったりするわけですよ。でエニックスか、エニックスといえばやっぱドラゴンクエストな、ドラゴンクエストの前何やってたんだろうなって言うとね、ジーザスみたいなね神ゲーが出てきたりっていうね、もうなんだかよくわかんない世界に広がっていくわけですが、ねコロプラもね、あやめよう、その話、コロプラの昔の話はしないですよ。まあ私もいろいろ買いましたけどね。でね、こうね、おぼろ村正があるんで、オーディンスフィアハマったり、ドラゴンズクラウンなんだよね、ハマったりっていうね、方はぜひ遊んでください。で、これこそまさにゲーム中のゲームだと思ってるんですよ、私。一応ストーリーらしいストーリーは入ってるんだけど、そんなもの読まなくてもいいで、全部すっ飛ばしても大丈夫です。これの真髄は、もうアクションゲーム。もうとにかくザ・アクション。これはね、もう任天堂が長年ね、言ってきたね、ストーリー全否定っていうね、ストーリー。もう任天堂は長く CD を使わなかった。まあゲームキューブでようやく使ったんだけど、64で使わなかった。もう要はまさに CD 時代だったのに、64で全否定して、俺たちはそんなね、大容量は嫌だっつって、まあそういろいろあるんですよ、理由が。で、拒否して、64でカートリッジを採用した結果、爆死してしまったっていう過去の歴史もあるんですけど、これぞまさに、本当にゲームです。ゲーム中のゲーム。なぜかというと、やっぱ、動かして気持ちいいっていうのがゲームの本筋なんですよ。プログラムをね、やった方はわかると思うんですけど、自分でプログラミングしたものが動いた瞬間のあの感動、 F5 なのか、今まあ Windows になっちゃったからあのコンパイル違うけど、昔だとね N88 ベーシックとか、PC98 ピボって押すと、まず最初に勝手に何もしなくてもベーシック起動するようになってるんですよ、昔はね。でプログラム書いて F5 ランですよ、ランすると動く、この瞬間の感動、そしてキャラクターを自分でプログラムしてキャラクターが動いた時の感動、これはやっぱプログラマーにとっての最大の瞬間、やっぱり心に刻まれる第一の瞬間なわけですよ。それと同じで、ニンテンドーが長らく言ってるのは、やっぱマリオを動かした瞬間、キャラクターを右にやったら、自分が右にやったらキャラが右に動くんだっていう、その楽しさ。あの、思い通りに画面の中のキャラクターが自分で動かせる楽しさっていうのがゲームの本質だっていうことを言っていて、まあ、ニンテンドーがね、その CD を否定した理由っていうのは、まあ、当時ね、天外魔境に始まり、ボイス、っていうものが盛んだったわけです。さらに進みましてムービーっていうのが、プレイステーション時代、FF7 に代表されるねムービーっていうものが、流行りだした。その一方で、ムービーゲーっていうのイコールクソゲーみたいなのだったり、ボイスゲーイコールクソゲーみたいなね風潮もあり、二極化したというかね、それを良しとする者もいれば、そうじゃないだろうという者もいて、まあ、天外魔境は良かったんだよ。天外魔境はなぜ良かったかというと、最初だったから。あの、PC エンジン時代にあんなに喋るゲームってなくて、あ、すげえ、天外すげえわ、PC エンジンすげえわってなったんだけど、あれが標準のスタンダードになるかと言われると、まあ別になってもいいんだけど、じゃあ、ストーリー、そのキャラクターが読み上げるものを全部聞いてんのかって言ったら、私は少なくとも自分でバッと読んだら飛ばしちゃうんですね。だから、まあ、開発費の高騰を招くということで、
で、任天堂が危惧したことは CD ロムをハードウェアに載せることによって、そういったムービーゲーだとかボイスゲーだとかそういったものが氾濫してゲームがつまらなくなるから俺たちは載せないんだっていうことを言ってたの。だから任天堂が載せて、俺たちはそういうの作んないよって言ってもサードパーティーが作り出しちゃうから、ゲーム業界が総じて、衰退していく、つまらないクソゲーであふれるっていうことを当時言ってたわけ。それはやっぱり任天堂っていうのはファミコンで学んだわけよ。ファミコンでクソゲーが乱発されたから、すごくその教訓があると思うのね。クソゲーでやっぱり我々の世代っていうのはクソゲーをたくさん掴みましたよ。ファミコン時代にね、クソゲーをたくさん掴んで、その上で自分の、ね、真に楽しいゲームを見抜く、千里眼というか審美眼というかね、それを磨くね、ことを行ったわけだから、我々は今クソゲーを掴んでもふざけんなとは言わないわけ。あー、クソゲーや掴んじったか、まだ私の目甘いなっていう感覚なわけだから、今のことちょっと違うわけよ。任天堂はその昔のクソゲー乱発してゲーム離れしたとか、結局続編スピンオフ、アニメ系の元ネタとか、半剣物ってのは半剣物スピンオフ、あ、スピンオフ続編半剣物、あとなんだっけもう一個、忘れちゃったけど三大悪っていうのをね、この飯野健二さんも言ってるわけですよ。もう許せないっていうことをずっと言ってたよね。その続編がこれだけやっぱり売れるっていう理由は、一個やっぱり我々の20年30年っていうスパンの中で DNA に刻まれてしまったんですよ、クソゲーをつかむ恐ろしさっていうの。だから安定をとって続編が売れるようになっちゃったっていうのが、私はそれは正しいっていうか私の理論なんだけどね。それは誰が言ったわけでもなく私が思ってるだけなんだけど、そう思ってるんだけど、任天堂は CD を人指定したって何の話してるかよく分かんなくなってくるんですけど、まあ要はアクションゲームなんですよ。このまさにゲームオブザゲーム、ゲームオブザイヤーだとか、あれが面白いこれが面白いあれがダメこれがダメとかじゃなく、これぞまさにゲームっていうゲームがここにある。もうね、本当にまあフレーム単位とかではそんな細かいことやってないと思うんだけど、本当にまあ難易度がね、ノーマルハード、エキスパートとか言って、最後にしぐるいっていうモードが出るんです。これが一番面白いから、しぐるいすげえ面白いんですよ。しぐるいはね、まあ、いわゆるお渡し機っていうね、死にゲーって言われる感じなんだけど、しぐるいをねクリアするのはね本当に楽しかった。あれは本当にね面白かったね。しかもすげえしぐるいで死にゲーなのに超いいバランス取れてるんですよ。このバランスを取ったっていうところもすごいし、あとはやっぱ最大の魅力としてキャラクターを動かしていて楽しい。スーパーマリオってもともとそっから来てるわけですよ。キャラクターを動かして楽しい、キャラクターが自分の思い通りに動くって最初言った通りにね、それを発展していってキャラが動くことが楽しい、キャラクターを動かしていることが気持ちいいっていうね、すんごい気持ちいいっていうね、それは任天堂が未だに忘れていないところだと思うんだよね。まあ任天堂っていうか特に宮本さんとかね、キャラが動くことっていうのにねこだわっていて、64の時もね、人類初めてのねアナログスティックっていうのを家庭用に持ってきたわけです。その時にちょっと倒すと今回はマリオがちょっと動きます、グッと倒すとマリオがグッと走りますみたいなね、そういう、キャラを動かして楽しいっていうことにこだわってるわけ。そこは彼のっていうか、なんか偉そうだけど、宮本さんの素晴らしい、スピリッツなわけね。別にだからといって小島監督のムービーゲーだとか、私だって飯野健二さん好きだから、飯野健二さんバイブルにしてるんで、飯野健二さん D の食卓とかさ、エネミーゼロなんか完全にムービーゲーですから、彼がだって言ってるんですから、自分のゲームはインタラクティブムービーだっつっちゃってるんですから、要は、インタラクティブ、双方向性触れる映画だっていうことを言ってるんで、ゲームなのか映画なのかっつったら、この人は映画って言い切っちゃってるんですよ。インタラクティブムービーだって言ってるんで、だから別に今あるムービーゲーだとか、それこそまあ小島監督どころではなくヘビーレインまで行くとね、ヘビーレインなんてもう本当にムービーだけど、ただタッチする楽しさとかあるんだけど、そういうところと相反する
思想ではあるかもしれない。だからまあそれはゲーム業界にとって多様化した、ゲームが多様化したということにおいてすごくいいことだと思うんですよ。映画だって多様化したわけです。ドキュメンタリーがいいっていう人もいれば、ショートムービーがいいっていう人もいれば、バラエティーがいいっていう人もいれば、笑えなきゃダメだっていう人もいるし、ホラーがいいっていう人もいるし、やっぱ史実に基づいた方がいいとかね、あとはもう壮大なドンパチやってくれればそれでいいとかね、いろんなやつがあるわけ。本だってそうですよ、昔から発展してきてるわけだから。ゲームもそういう意味でいろんな発展を遂げてきた上で、なんだろう、嗜好品ですから、結局趣味のものなんで、ゲームなくても人間って生きていけるじゃないですか。だから嗜好品なんですよってなると、まあ世界のね、嗜好品ってたくさんあるじゃないですか。例えばタバコとか葉巻もそうですよ。キューバさんがいいとか、どこどこさんがいいとかっていうね、それとかマルボロがいい、キャメルがいい、メビウスがいいとかっていう銘柄もいろいろあるわけじゃん。っていうその完全なる嗜好品、なくても生活できるっていうね、ものは多いわけ、多いわけ。だからその原点かなという気はするんだよね。アクションゲームっていうのはやっぱり原点、まあもともとポンっていうね、あたりのポンっていうとこから始まって、まあその前にもちょっといろいろあったんだけど、基本的に一応ゲームのあの黎明期というか、ゲームの一番最初はポンって言われてるんだよ。その前にも一応こうなんか筐体であったんだけど、それを除くと家庭用のもので、家庭用というか、まあ最初に現れたコンピューターゲームっていうのはポンっていうあたりのゲームで、こっちとこっちで 1P2P みたいな感じでバーがあって、いわゆるこういうアイスホッケー、ホッケーゲームみたいなポンポンポンってやるからポンって言うんだけど、そっからね発展していくんだけど、結局動かせる楽しみっていうところから来てるから、まあ原点かなという気がする。ゲームの原点がやはりアクションゲームであり、かといってアクションゲーム好きになんなきゃいけないってわけでもないんだよ、ないんだよ。別に自分はムービーゲーが好きだっていうね、あのドラマティックなストーリーを演出してくれるやつが好きだとかね、音ゲーが好きだとかさ、あの体動かすやつ、キネクトとかさ、ダンスダンスなんとかとかさ、そういうやつがいいとかさ、対人じゃないとつまんないんだっていうのはね、いろいろそれは枝分かれしていった上での進化のね、進化まで行くと変な話になるけど、まあその熟成された市場、コンテンツっていうところで趣味が多様化したのはいいと思う、いいと思うんだけど、ぜひゲームが好きっていうんであればアクションゲームに触れてほしいわけで、良質なアクションゲームにも触れてほしいわけ。それはもちろんスーパーマリオの1、スーパーマリオの2、これはすごいわけですよ。やっぱり 1がやっぱ一番すごいんだけど、2でやっぱディスクシステムっていうね、強烈なものを手に入れて、ルイージが滑るとかねっていうのもあったし、そこはすごいんだけど、まあ、マリオ1は触るべきだと思うんだけど、現代の生み落とされたアクションゲームっていう上で、私はまあ一番新しいところで言えばオーディンスフィアなんだけど、オーディンスフィアよりおぼろ村正の方が好きです。はっきり言うとこっちの方が断然私は、もうオーディンスフィアこの辺だとすると、もうおぼろ村正ダーン、もう全然上、全然上ですよ、全然上。もう、私別に私のバニラリズムがそうしてるっていうか、別にオーディンスフィアは私超絶賛してますからね。前の動画とかでも見てもらえばわかるんだけど、プラチナ取るまでやってるし、バニラソフトウェアは本当に面白いゲームを作る。もう本当にね、おぼろ村正、今フリープレイなので今月だけでもいいから入って、確かこのおぼろ村正のベストって買うとなんか今キャンペーンやってんだよね。おぼろ村正半額セールっていうのやってんだけど、まあ DLC とかも全部半額になっていて、まあ全部買っちゃってもいいと思うんだけど、私ぶっちゃけ DLC やってないんで申し訳ないんだけど、お前そこまで好きなのに DLC やってないのってところなんだけど、私どんどん次のゲームやりたいから、あ、すげえ後から出てんすよこれ、だからやってないんだけど、まあ1500円なんですよ、半額セールでおぼろ村正ベストなので、プラスに入って、やってしまった方がおぼろ村正1本だけでもお得です。絶対にやってほしい、ゲーム好きでなおかつおぼろ村正をやってない方、そして、端末ゲーム機を持っている方、ぜひおぼろ村正やってください。オーディンスフィアやった、おぼろ村正やってない、あーもったいない、もったいない、君はなんてもったいない人生を損してしまっている。早く早く、今1秒でも早くおぼろ村正をダウンロードして、この罠に世紀の神ゲー
私はもしかしたら PS ビータっていう端末が、まあもうじきこれも賛否両論ある、もうじき終わるとするとね、終わると思ってるんですよ。私はもうだいぶ黎明期に、黎明期で過渡期に来てると思ってるんですよ。もうだいぶ過渡期で、もうこれがそろそろね、あれな感じはするんだけどね、あれな感じするんですよ。だけどもしビータがこのまま消えて次のまあネクストジェネレーションポータブルが出たとしても、私はビータで一番良かったのっておぼろぶらまさかもなって多分言いそうな気がする。オーディスフィアがやっぱ超えてこなかったから、やっぱおぼろぶらまさ良かったんじゃねみたいな。まあもちろんそれ、お前もともとあれ Wii のやつじゃんとかって言われるかもしれないんだけど、それを言ってもオーディスフィアだって PS2 のあれなんてもう、まあ、そういうこと細かいことは今回いいですよ。もうとにかくおぼろぶらまさやってください。こんな神ゲーはもう数年に一度しか出ないレベルの、本当に。だって、おぼろぼろまさ出たのいつよっていう話で、そっから私はずっとおぼろぼろまさをプッシュしてきてるわけだから、ね。ぜひ、やってない方、やってください。やった方はね、一緒に伝道していきましょう、この。あなたも一緒にね、めぐみ教に入って、伝道師になりませんか？めぐみ教伝道師。良作なゲームをね、みんなに伝えていく。埋もれているゲームを、まあ、これは埋もれてないんだけど、埋もれているゲームをみんなに伝えていく。そんな役割をね、皆さんぜひね、私にね、立候補してください。もう、伝道師になってくださいよ、ね。そんなことはどうでもいい。いや、まあ、とにかく、おぼろぶらまさ、ぜひ、楽しんでください。やってください。PS プラスで、フリープレイでございます。4月15日ぐらいまでかな。急いでくださいね。また会いましょう。バイバイ。